脳死脳死は平安時代以降の天皇、皇太子、神皇、及び公家の平常服。外見上は遺憾とほとんど同じであるが、自家の衣の意味より平常服とされ、色目、文様も自由であった。成人前の若年者は動脳死を着用した。脳死法を一回に合わせた色にしないため、雑法と呼ばれ、三代には、 雑法戦時という戦時を得てから使用した。この戦時は警察の役目を果たす壇上代やビ備氏に通知され、以後は脳死で散大しても咎められなくなる。源氏物語によると、光源氏の仮義の着用は美工事に限られていることからわかるように、平安中期までは上流貴族の通常服として盛んに用いられたが、陰性期には仮義のの使用が一般化し、 大臣などは仮義務を改良した子農師を用いるようになって次第に略霊層の位置を占めるようになった。室町時代に大理、骨外の制度が確立すると儀式のない日の当番には農士の直居を得た者は農士、それ以外は遺憾で散大するようになり、宮中での勤務服という性格を持つようになり、幕末に至った。その他近世では他家の元服への参列、 宮中の和歌会や画学会への参列などにも使用する。雑法戦時は、平安時代中期以前の資料では、天井人等に出され、苦行には出されない。したがって、苦行は原則として、雑法戦時を要せずに着用し得たものである。しかし、自中軍用によれば、雑法には、工事人法も含まれており、政治要略には青ずり法と雑法を関連づける、記事が見られるように、 元来雑法は、脳詞以外でも異界によらない色の方を指す語であり、脳詞はあくまで雑法の一部であった。一方、実際に脳詞での三代が許されるのは多く苦業であるが、異界によって自動的に許されるのではない。脳詞での三代は天皇との私的なつながりを持つことを意味し、外籍や持続等には優先的に許されるのが本来であったが、中世には 基準が曖昧化して苦行である程度年数を経たものが許された。この場合には正式な戦時の代わりに取り次ぎが脳死を着て三代すべしという手紙で着用者に通知する方法が陰性期には見られ、これが定着して明治維新にまで及んだ。したがって雑法戦時と脳死の直挙を同義とする解釈は必ずしも自明のものではない。また石棺化などでは 平安時代から弱年で、すぐに許されたものであり、室町時代の一条家などは戦時を待たずに、元服後すぐ着用したという。また、鎌倉時代初期前より、この絵の中将や少将は戦時を得ずに三大に用いることができたが、苦行でないものは無紋能子を使用した。色は、冬は漂白裏紫、夏は二愛である。また、 歯科での農師着用については戦時を得なくてもよかったが、平安末期には仮衣にとって変わられて、稀になった。農師は元来絵帽子に合わせた略装のようで、石体を締めないで、絹体を締める着装をした。古い農師姿は、伊豆山の神社の神像や、MOA 美術館所蔵の再絵からビツにより知られる。農師装束の構成は、下着を着てしたバカマ、差し抜きを履き、タン。 衣、脳詞を着る。衣、絹は、足体の実、アコメに相当するが、それより長く仕立てたという説もある。なお、立英星を被り、扇を持つ。原則的には、脳子姿での三大は認められないが、特別な直鏡を得た進化は三大できた。この時は、立英星ではなく、冠を被った。冠無理脳子は、三大に限るものではなく、仏寺や、 竹のノ玄服への参列など、晴れの時に着用した。中世に入ると、仮犬が上流貴族にまで用いられ始めたため、エボシノウは、衰退、エボシノウは、院の古書に、上皇の許しを受けた者が参入する時に使用する、ことが普通になった。鎌倉時代には、ケビンシベットが、自らの家でのケビンシ長の仕事時に使用したり、カジュ流藤原氏当主が、 一族のホッケ八甲に出る時など、古くからの慣例古実のある場合の他は、もっぱら大人クラスがエボシ脳詞を着るという通念が生まれる。脳詞は普通下重ねの裾を引かないが、10世紀頃までは脳詞の下に下重ねを重ね、石体を締める脳詞方向が盛んに用いられた。この時は冠をつけ、差し抜きを履く。また、下重ねを着て、 石体は使用しない薬草もあったことが、現氏物語に見える。11世紀頃の記録には、脳死、下重ね、上の袴、石体を用いた、脳死側体が見える。これはもっぱら元服の時に高貴な人の子息が、使用しているが、平安末期以降の所要例は見えない。脳死方庫も室町時代中期に、足利義持が、勾配脳死を使用したのを最後にほとんど例を立ち。 金世には桜町上皇が仏寺に使用した記事などが知られるのみである。金世では遺憾、脳死、仮絹について正式には一重や衣を重ねたものの小袖に直接これらの上着を着ることも行われまた差し抜きに変えて指バカマも用いた。下バカマは室町末期に至っても新郎元服などの記録に見られるが江戸初期には一旦衰退し 江戸中期以降、一重などを重ねる正式な着想に限り使用した。天皇の脳子は普通、お引き直し衣もといって、下半身の丈の長い脳子を使用する。この時は下に重ねる衣やタンも女性のもののように長いものを使用、袴も紅の長袴である。脳子の色目文様は、事項の通り。下に着るものについては、上魚衣は白もしくは紅の小青い分量で、 裏は、同色ひらぎぬ。丹は、金星では普通の男物に使う紅、れない、茂菱分量のほか、白茂菱や、くれないもしくは白の縦長の花菱の塩分である。つまり長見消しの文様は一種類、丹は二種類で、色は紅白しかないのである。金星の蝶魚衣、丹は、襟の形が男物の先が尖った形状であり、脇はかなり下まで開いていて、 裾から一尺あまり縫うだけである。夏は魚衣を略したり、裏のない引き湧き、一重であるが、文様は衣に同じを用いたりする。袴は、女子の長袴同様のネジまちで、正式には、表くれない小青い分がや、裏、くれないひらぎぬ。略ぎには、くれない木犬の引き返ししたてとする。金世の例では、 形状は全く女性と同じだが、紐先に立鼓の飾りはない。中世以後、衣、炭を略したものがよく用いられ、衣と一重を重ねたものを物具ということもあった。天皇もしばしばご炭の押しを使用する。袴は差し抜きなら紫の蚊にあられ分浮き寄り物。このかくれない小青い分量の差し抜きに似た袴である小口袴も使用した。 明治以降は春祭や神宮への直視初使いなど、恥染めご法の側帯を着るものより、略式の儀式に、流栄館、尺、大口袴と共に使用する。道能師は特に戦時を要しない。江戸時代には、宮中で雑用を務めた、地後の清掃であり、江戸時代後半には、多くの公家は元服の時わらべ能師を用い、果敢御遺憾に変えた。新納は進化に同じだが、 近世に世襲神農家では、菊の丸分の類を使用することもあった。夏は、皇族、貴族、道のすべてが国式の見え出す木となり、若年は、農夫体、年を追って花田、朝木となり、老人は白ひらぎぬ。なお、うつほ物語では、様々な農師が登場するが、枕の子では、桜農師、源氏物語では、二重や花田の夏、農師が、盛んに現れ、 10世紀末頃より、構成定番化する配色の農詞が流行し始めていたことがわかる。それ以後の時代にも特例は多くあるが、陰世紀の藤原忠実、室町初期の足利義持が愛用した、勾配農詞が有名。ありがとうございます。